いや、今回の映画最高やったよな。マジでよかった。家でだらだら映画見るのもええけど、たまには映画館で見るのもええな。それな。もう少し語りたいからさ、近くの店で晩飯食って帰ろうぜ。ありあり。あ、でもちょっと先にトイレ行ってきていい？オッケー。俺と大さんはそこでベンチで待ってるわ。ありがとう。すいません。あ、鍵閉め忘れてた。すいません。すいません。いや、僕もすいません。すいません。すいません、すいません。本当にすいません。こちらこそ。あの。どうしよう。私、すいません。あの、はい、あの。どうしよう。閉めて。私、どうしよう。あの、閉めてください。あ、すいません。え？すいません。本当にすいません。いや、あの。どうしよう。出て。どうせいいの。あの、出てください。あ、もう出そうですか。いや、僕が出そうなんじゃなくて、あなたが。私が出そうなんですか。怖い。違うんです。どうしよう。あの、ここから出てください。私がですか。そりゃそうでしょう。え？なんでピンと来てないんですか。いや、あの、もう出したいんで出てください。私も出たいんだけど出したいんです。全然話が噛み合わない。公式ラインみたいな人やな。すいません。私テンパるとどうしようもなくて。一回深呼吸しましょう。一回深呼吸。まだ出しませんよ。はい、この状況を解決するにはどうすればいいですか。あ、そうか、私が出てないんや。そうです。初めからずっとそうです。失礼しました。あれ、鍵開かない。おかしい、開かない。いや、鍵かけたんじゃないですか。あれ、おかしい、開かない。なんで。いや、だから鍵なんで開かないの。なんで。いや、ちょっと恥ずかしいから。開いてよ。鍵かかってるんやって絶対。あ、そっか、鍵。叩くより怖い女おる。お騒がせしました。いや、閉めてけ。あれ、やばい、鍵がない。しまった、ちゃんと確認してなかった。どうしよう。誰が来た。どうしよう。とりあえず残しとくか。マジでどうしよう。代わりに服も何も持ってないしな。うわ、すごいプレッシャーかけてくる。うわ、めっちゃ切羽詰まってるやん。プレッシャーの角度半端ないって。すいません、早くしてもらえますか。あの、はい。紙がないんです。は？紙がないんです。なんでよ。紙もらえないですか。え、私も自分の分しか持ってないから無理です。仲良く半分もできないですか。一人分くらいしかないです。じゃあ乾燥する前出れないです。嘘でしょ、そんなの待てない。じゃあこうしませんか。僕があなたの持っている紙を使ってお尻を拭く。そしてあなたと交代して、あなたが用を足している間に僕が紙を探してくる。なんかそれすごいや。紙を見たくないとかそういうことじゃなくて生理的にや。それにあなたが紙を持って帰ってくるという保証がない。僕の好きな小説は走れメロス。それだけで信じろってんの。早くしないと時間に追い詰められているのはあなたですよ。僕はいくらでも籠城できますよ。絶対持ってくるから僕を信じて。登録者1万人達成しました。たくさんのおめでとうのコメントありがとうございます。ありがとうございます。いつもすごいパワーいただいています。正直なかなか伸びなくて心が折れそうになる時もあるんですけども、皆さんのコメントにすごい助けられています。次は10万人目指して頑張りますので、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。